中の敵を倒すことができたブチャラティだったが、彼の体は限界に来ているようだった。自分の体が動かなくなる前に目的地コロッセオに到着しようと必死で歩いていた。その途中、なぜかトリッシュと出会い、二人でコロッセオに入っていった。ブチャラティは気づいていなかった。自分と一緒にいるトリッシュが偽物だということを。一方でジョルノたちもヘリの男を倒した後、少し遅れてコロッセオに入っていった。次はどっちへ向かえばいい？階段を登るんだ。トリッシュ、君に会えてよかった。負傷した俺をこうして連れてきてくれたんだからな。ボス、本当に大丈夫なんですか？ドッピオ、お前はバレはしない。ブチャラティの奴はすでに死体なのだ。私と娘は魂の形において似た匂いを持つ。その部分だけをお前に与えた。ブチャラティの見ているものは娘の形だけだ。そのまま気づかないふりをしろ。誰かいる。上階の石壁の影だ。やはり目的とは何者かと会うことだったようだな。止まれ。そこで止まるんだ。一歩でもそこの階段を登ったら約束は消えることになる。ドッピオ、何とかして近づけ。まずいよ。近づく前にバレちまうぞ、ボス。俺の名はブローノ・ブチャラティ。あんたがボスを倒す可能性を持っていると言ったから信用してここまで来た。分かっている。しかし君の隣にいる人物は誰だ？俺の持っているデータには記憶がどこにもない。あるはずがない。トリッシュは組織のものではないが、俺たちの仲間だ。スタンド使いでもある。スタンドが見たい。そうすれば安心する、トリッシュ。ボス、マジに何者だ？戦闘経験も豊富なやつだ。スタンドの間合いを確実に計算に入れている。あの男、何か持っているぞ。あれはまさか矢か？なんで持っているんだ？そうか、一人心当たりがあった。あの男か、殺したはずのやつか。ならば俺が自ら戦うしかないな。ブチャラティ、どこに行った？隣のやつは消えた。まさか。これは試練だ。過去に打ち勝てという試練と俺は受け取った。え、お前もそうだろ、ジャンピエール・ポルナレフ。貴様はまさかディアボロ。数年前海にばらまいてやったはずのお前がどうやって生きていたのかはどうでもいい。重要なのお前が何しに来たかだ。ブチャラティどもに何かを伝えようとしているな。その階段に足をかけるんじゃねえ。俺は上、貴様は下だ。お前が下だ、ポルナレフ。お前が地獄の下にいれば矢を何に使おうともう何も問題はない。もらった。こっちだ。もらった。石の下だ。もらった。ミミズのように入った。もらった。チャレンジ。もらった。
衰えてはいないのか。その精神力、タイミングも天才的だ。もう少し近づいていたら深くダメージを受けていた。なんてことだ。誰よりも早くここに来たのがディアボロだとは。だが何としても希望だけは守らなくては。すでに射程距離に入っている。今度は逃がさない。キングクリムゾン食らえ。なんだこら。矢がスタンド。この矢はチャリオットに何をしているのだ。これは矢をディアボロに渡さないための賭けだ。戦闘者として再起不能の俺は、矢を完全に操るパワーはすでにない。あの矢を完全に制する者がこの世を制する者となる。数年かけて何かとてつもない矢の秘密を見つけ、時期を待ったらしいが、ポルナレフ、残念だったな。しかしこの俺のためにお前は立派に役に立ったぞ。あとは矢の謎を解くだけだ。何、貴様、何者だ。いつからそこにいる。誰だお前は。なんだその首に見えるそのあざの形は。矢を返せ。貴様、止まれと言ってるんだ。こっちに顔を向け。なぜ座るんだ。これはもしかしてあの矢の。ってことだ。間に合わない。殺すような男はもうボスの射程の中に入っている。さっきから数回時間が飛んでいるぞ。ベネツィアの時と同じだ。ボスはどこにいるんだ。見て、あそこにブチャラティが。無事だわ。しかし負傷してるみたいだ。なんか様子が変だ。おかしい、 この気分は。みんなも、なんだ、一体。あ、眠ってしまって、すでに夜が明けてる。6、7時間ぐらい過ぎてるのか。みんなも起き出してきた。僕たちずっと眠って。これは、俺とゾルナの体が、いや、心だ、精神が。まさか眠ってる間に、眠った者同士が、二人の精神が、俺とゾルのミスターとトリッシュ、お互い二人の精神が肉体を超えて入れ替わったのかよ。ブチャラティの肉体にも他の誰かが入っているはず。ならばそれは誰か。ブチャラティ、彼のことは目覚めるまで何もわからないということか。それまで目を離してはいけない。聞いてくれ、ナラン。いや、ジョルノか。誰だ、お前は。私の名はポルナレフ。このコロッセオで君たちと会う約束をしたが、ディアボロに追い詰められ約束を果たせなかった男だ。私は矢の能力のおかげでこの亀と魂を入れ替わってしまった。今君たちに平等に起こっているこの異常な状況は、私のスタンドの能力のためだ。いわゆる暴走状態になっている。なんだこの野郎は。ポルナレフだと。自分のスタンドが暴走してるですって。無責任なことを。ボスと何があったのだ。奴はどうなった。今ディアボロはどこにいるのだ。それは私にもわからない。奴のキングクリムゾンを倒すには、チャリオッツから矢を取り上げ、君たちが矢のパワーを使いこなすしか方法はない。もしあの矢の力を使えば、そのものは全ての生き物の精神を支配する力を持つことになる。再起不能の私にはそれをコントロールする力はない。
そして私は待ったのだ。ディアボロの正体を探る君たちのようなものが現れるのを。矢を手に入れるというのは、あんたのチャリオッツを殺すと解釈していいのかな。構わない。どっちみち矢を取り上げればチャリオッツは消滅するんだからな。それに私はすでに始末されている。それともう一つ、とても信じられない重要なことを伝えておく。ボスは二人組だ。トリッシュに化けてなぜかブチャラティを騙せた小僧がいる。何ですって、どういうこと。私にも見当がつかない。しかしいたのだ。あの小僧がいなければ俺もあそこまでディアボロを近づけさせなかった。ジョルノ、クジの方向の右側のゲートに動く者がいる。人間だ。人間が一人ゲートから走って入ってくるぞ。こいつは、あの顔は。ディアボロ。待て、ジョルノ。左の闇の中をよく見ろ。チャリオッツレクイエムとでも呼ぼうか。あれが矢で進化した私のチャリオッツだ。あれは、まずい。矢を取ろうとしているぞ。待て、このスタンドはスティッキーフィンガーズ。 あいつはブチャラティ。ブチャラティの魂だ。ブチャラティ、その矢を制すれば全ては終わる。分かった。矢を手に入れたらいいんだな。完全暴走状態。レクイエムのスタンド能力だ。暴走したレクイエムは私の心の底を受け継いで矢を守るスタンドになっている。レクイエムはあらゆるものから矢が取られるのを自動的に取った。甘い。閉じまっとくか。くらえ。矢に触れようとするもの、閉じまっとくか。僕自身のスタンドが攻撃し、矢を防御して。閉じまっとくか。くらえ。ディキーフィンガー。ふっふっ、ほら、うりゃ。あいや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 。これは俺のスタンドの複製を作り上げたのか。矢は精神を支配する力を持つ。これがその一端というのか。何が起こったんだ。ここだ。状態になったレクイエムだ。あらゆるものから矢が取られるのを自動的に防御しているのだ。するってとさ、どうすんだよ。ミスター、ヤツの体が目覚めたぞ。起き上がる。今は矢の追跡は後だ。ミスター、撃て、ヤツを。やったか。お、なんだと。飛んだぞ。今時間が数秒消すとんだぞ。あいつは本当にディアボロなのか。答えは分からないが、今時が消すとんだというのなら、あの体はキングクリムゾンを操るディアボロではないのは確かだ。ナランチャ、周囲はどうなってる。他に近づく者はいないか。ナランチャ。
こんなことは絶対にありえない。ディアボロが二人いない限り絶対にこんな二人、あの小僧とディアボロ、まさか二人いるのか。肉体は一つなのに精神は二つ。ナランチャ、手当てを、ジョルド。ナランチャの魂はもう行ってしまった。間に合わなかった。すでに空洞なんだ。僕がこの自分の体に戻れるくらい。すでにいないんだ、ナランチャはもう。元の体に戻った。ナランチャの魂は行ってしまった。ナランチャー、俺これが終わって故郷に帰ったら学校行こうと思ってたんだ。頭悪いって他のやつにバカにされるのも結構いいかもなって。